シュシュです。ほら、酒好きの朝のシュシュです。シュシュです。シュシュです。かわいいシュシュ。この素敵な曲を聴いてもらいたいな。聴いてさっき言われて、そうそうそう、ね、ちょうど今本当でも選曲素敵ですよね。ちょうど今あの六本木で、うん、スリラーライブってやってるの知ってます？マイケル・ジャクソンの。あ、なんかちょっと聞いたことがあるかも。それこの前行ってきて、まあ、それの関係もあって、どうせ書けるんだじゃあこっちの方がいいかな。ああ、もうインスパイアされたしね。うんうん。いいな。大人が踊れる場所ってあるの？ありますよ。昨日も僕あの春ニクトで、クラブイベントあったんですよ。野外の。本当？野外で。そうです。で、まああまりにも明るいうちから。ずっと長くいたんで、ヒリヒリして今焼けていたいんです。本当だ、赤い。ああ、本当だ。へえ。もう飲みながら、踊りながら、朝の午前中から夜8時まで。すごい。運動会みたい。運動会。ねえ。子供の運動会ね。ねえ。すごい。天気がいいということで、まあ、お酒飲みながらだったんですけども、うん、まあ今日は。お酒をメインでまた持ってきて、うん、今日はサーガンのシダっていう夏のお酒です。え、なんて読むの？シダ。シダ。シダ。夏のお酒か、かっこいい。そんな感じするでも、ね、すっきりして。すっきりした感じでね。うんうん、結構こう透明な瓶とか、あと青いボトル、あとこういう青いラベルなんかすごい多いんで、うん、結構飲みやすくていいですよ。やっぱ夏のお酒だから、ヒアとか。ヒアとか、ロック。ロック、ね、氷入れて。でそれにちょっとライムスとかあのレモンなんかちょっとすごい、はいはいはい、カクテルみたいじゃない、はい、ね、そう、あ、そっか、日本酒にそういうのもありなんだ。ありです、ライムとか、はい、あ、それは結構初めてかも。俺規制概念がやっぱあるから、うん、全然熱感しかね、そう、冷やかかんぱなみたいな演歌、うん、熱感、あ、そう、そうっすね、ぎ焼き鳥、はい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 、なんか正しい親父の飲み方みたいな感じですよね。え、でもちょっと新しい、それは。そうですね、あまりね、皆さんそういうの知らないですから、ね、全然全然お酒、お酒って感じで飲んじゃいます、ね、すごい綺麗だね。これは佐賀のお酒ですね。佐賀のお酒です、ね、で今日そのお酒にちなんで、うん、ちょっとまだ発売前なんですけど、うん、以前一回のアンチエイジングの話したと思うんですよ、うんうんうん、それにちなんで、お酒のお酒を使った化粧品、はい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 、もっと今で壊して、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、お酒以上に食いつきが、めっちゃ食いつくな。さっき何だろうとパックかと思ってたらお酒が入ってんだ。そうです、今の紹介したのシラっていうシラが入ってる、このお酒が成分としてね、成分で入ってるフェイスマスク、これまだ未発売で、6月ぐらいかな、多分発売が絶対いいに決まってる、うん、だってお風呂にねお酒入れて、あ、入れますもんね、はいはい、売ってるでしょ、売ってる、これ、ね、このシチダを作っている酒造さ、はい、メーカーさんが作ってるものですか。そうですね、酒造メーカーと、うん、あの化粧品会社がコラボレーションして、コラボレーションして、うん、ここの社長を呼んできて、僕はね、呼びたかったですね、今ね、アメリカにいるんです。へー、社長に行ってて、うん、まあ、タイミングが合えばぜひ、ね、連れてきてって言いかけない、食いつき度合いが違ったよ急に、あ、これ美味しそうねーって、ちょっといや、今後毎回なんか持ってこないなんかね、こういう系正直でしょ、正直ですね、もう分かりやすい、女子ってこんなもんよ、ね、だって私たち飲めないんだもん、そうですよね、そう、そもそも飲めない人たちだから、これ酔っ払っちゃうかな、いや、大丈夫です、そんなことないよね、そんなことないです、お酒の成分入ってるんだ、アルコールはそんなにある、アルコールは入ってる、そうだよね、そうか、お酒のあの酵母の、そうそう、すごくいいんですよね、エキスが入ってるっていうの、ぜひそれあの顔につけた時の写真をアップしてもらって、あ、これだっていやいや、でもないです、これ、応募するんでしょ、あ、そう、今日これあの発売プレゼント、あえて、あの加工、はがき加工、3枚一応3枚これいただいたんで、はいはい、どうしようかな、これ何枚入りなん、何、1枚です、争奪戦なので3名、骨折してるから勝てるかも、いや、もうあのお一人様でいいんじゃないですか、お一人様で、だ、3枚セットで、まあ、お一人様、幸せは分けようよ、分けます、そうよ、お一人一人ずつにします、3人が幸せになるんだよ、ああ、まあまあ、たった1人よりね、じゃあ1人1枚と別途、あ、お酒もお酒もプレゼントしちゃう1本、あ、じゃあそれ全部で4名、
お、太っ腹シュシュ。どこだ、どうやればいいの？すぐ応募するから。じゃあクリスタルのフェイスブックページ。うん、あちらに後で、はい、応募の。そうですね。じゃあ載せて。じゃあちょっとごめん、席外すね。なんでですか？応募してくるから。いきなりですか？まだまだです。これからです。あ、そう。今まだ言ってないです。楽しみ楽しみね。当選、当選者発表でキリンさんってね。キッチーだ。面白い人。おいおいみたいな。はい、ありがとうございました。はい、素敵な情報ね。はい。後ほどアップしますので。はい。ありがとうございました。いや、楽しい。毎回毎回。さあ、続きまして。